僕は小学生時代にチェルノブイリ原子力発電所事故のドキュメンタリーを見たことで原子力に興味を持ちました。その事故を僕はドキュメンタリーで見て、身近にある原子力発電、この原発が大きな事故を起こして、そして多大な被害を与えたという現実を目の当たりにしました。そうして原子力について興味が湧いてきて、そして僕は自分で原子力について地道ながら調べていくことになりました。そして原子力について調べていくうちに、いつの間にか大学受験で原子力を専攻する学科に入っていた、そういった人生でした。僕は今後この原子力に携わっていき、もっと安心で安全な原子炉を設計できるような技術者になりたいなと思います。以上です。